ビジュー。今日なんですけども、はい、高須対島戸をやっていきたいと思います。はい、伝説の試合ね。そうですね。はい、僕たち、まあ、同期なんですけど、はい、小学校の時に小田子とこのレオは高須 J ボーイってところでねバレしてたんですよ、はい、で僕と社長は島戸ジュニアっていうところで、まあ、やってて、で2チームともね、まあ、福岡県ではベスト4ぐらいには入るチームで強かったんですけど、ここの対戦成績がなんと高須が3勝で島戸が1勝っていう感じで4回やったんですけど、まあ、高須が勝ち越してるんですよね。そうね、だからあれよね、成績的には島戸の方が上やん、九州に。あ、まあ、全体的なね。そう、県大会新人戦1位か、うん、でも直接対決的には高須の方が勝ってるっていう感じですね。そうね、うん、年齢が25歳になった今、もう1回戦ったらどっちが勝つのかっていうのをねやっていきたいと思います。はい、で、まあ僕とダコは、その、YouTube やってるんで、ちょこちょこバレーはやってるんですけど、社長とレオはどのくらい？ 3、4ヶ月くらい。3、4ヶ月くらい。まあ社長は相変わらずね、こう、ブクブク太っちゃって、バレーしないんでね、こんな感じなんですけど。でもレオはちょこちょこやるよか。週に3回です。ああ。で、動画でね、高須対島戸の実況を、前上げてるんで、もし興味ある人はね、見てください。僕らが小学校6年生の時に試合してる様子をやってるんで、それを見てからこっちに来てみるとまた面白いかもしれないですね。ルールはいつも通り2対2のフロントアウト、そう、バックアタック系もやりたいと思います。はい、どう？動ける？動けるね。実際この2人が動ける次第で多分変わってくるよね。あ、そうね。そう、ちなみに2人ともパワータイプだけど威力はすごい。そうね、ウエイトがすごいけどね。あ、そうそうそう。ということで、じゃあやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
Let's do it. Turn it on, you would've been holding it down. Still I put on for my city, man, I put on for my city. Yeah!